はい、こんにちは。品詞文型演習問題です。ここまでやってきたポイントを少し長めの英文で試しましょう。そして初めて見た英文で試せるかどうか、これが最も大事ですから、今からある英文をまず皆さんに10秒間でやってもらおうと思います。では今から理解してみてください。どうぞ。じゃあ解説しますね。10秒と時間を絞ると君たちの読み方がもろに出ます。で、その読み方は単語だけをつないで読んだりとかしませんでした？もしくは何回も返り読みするみたいな、これしませんでしたか？はい、これね、少し文章の形が変わったり長くなるとすごくね、読み方乱れるんですが、それじゃダメです。結局は品詞と文型というこの土台を一つ一つの単語に見抜いて、前から後ろに理解できたか、これで決まりますね。じゃあ確認してみましょう。まずはサイエンスティスト、科学者という名詞ですから主語ね。で、直後 in という前置詞は就職をスタートで、後ろに the という冠詞が来たから、直後には名詞が来るぞと考えて一つの塊、これで就職語でサイエンティストにかかります。直後 discover と動詞が来たので、これ V ね、発見した。で、ここでポイントは、英文は動詞を中心に後ろの構造が決まるので、この動詞発見したということは、君たちは頭の中で何をっていう対象を追うべきなんだね。何を、このように動詞の意味から構造を探すと非常にやりやすいです。で、直後、ここから構造の判断が大事で、直後には in という前置詞、これは就職語ですから the という冠詞を挟んで、 human body というのが一つの名詞なんですね。人間の体、ここまでが一つの就職語、 discover にかかります。このように発見したときたから、いきなり何よって目的を来ない場合ありますね。例えばね、俺ね、昨日発見したんだよ、俺の家の中にね、宝物をさ、みたいに場所が先に来て、その後に何よって対象物が来ることも言葉としてはあり得るんですね。ですからそれをちゃんと判断しました。こうすることで、一番最後アーという冠詞でまた名詞が来ますよね。ニューという就職語があって、一つの、はい、これで新しい器官、体の中の器官ね、これが名詞ですから目的語に値します。はい、このように今回は前置詞と名詞の形が文の間にそれぞれ挿入されたような見た目になっていますが、きちんとまず皆さんは与えられた、この、品詞に従っていき、そして特にこの動詞を中心に後ろの構造を考えていくと、すぐに読むことができたんじゃないかと。はい、ですからその大学の科学者は人間の体の中に新しい器官を発見したというふうに、すぐにちゃんとした訳が出たでしょう。はい、このようにですね、構造はきちんと文構造一つ一つ取りながら、特に動詞を中心に後ろの構造を見ていくと早く見ますね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。